両備エクスプレス両備エクスプレスキビエクスプレス大阪号キビエクスプレス大阪号キビエクスプレス大阪号大阪岡山倉敷線は大阪府大阪市と岡山県赤岩市岡山市玉野市倉敷市を結ぶ高速バス路線である経由地の違いにより以下に路線に整理できる本項目ではこれらについて一括して記す 以下は2021年3月31日までの内容である。同年4月1日以降は、キビエクスプレス、大阪号に統一される。中高、下追電鉄、下電ツアーサービスか電管工バス倉敷、岡山南場、堺線、両尾エクスプレス、大阪梅田エクスプレス号いずれも、ッくくられた中の相互の乗降は、不可能。また一部バス停は省略。 中国 JR バス、下津井電鉄担当便は、辰野西 SA で20分間、両備えバス、担当便は、岡山、玉野、倉敷方面行きは、辰野西 SA、大阪方面行きは、三木 SA で20分間、それぞれ休憩。AB、近鉄など6社の3系統高速バスを免許。交通新聞、P1、AB、 総社大阪間高速バス開業。交通新聞 P1 ドコモ Wi-Fi サービスを中国 JR バス社内で提供開始。NTT ドコモ2013年11月25日閲覧。ありがとうございます。